台湾のメディア誌では台湾における近代メディアの方がとその発展を概説する。台湾のメディアは日本統治時代に新聞、放送の基礎が築かれたことに遡ることができる。1945年の終戦によりメディアは比較的制約を受けない環境に置かれたが228事件発生後は言論の自由は1987年の戒厳令解除まで 非常に制約された状況に置かれた。改厳令解除後は1988年に中華民国政府は報道規制を解除。1993年には地上波放送とケーブルテレビの全面自由化が実施されると台湾メディアは急速に発達することとなった。現在はメディアでは自由な競争が実現したが、メディアの急増により過藤競争も発生。 さらに政治勢力もメディア支配を完全に放棄しておらず、メディアの報道のあり方について社会問題となり、その改善が課題となっている。文字は人類が発明した記録、伝達の手段であり、印刷の発明により大量に情報を伝達することができる新聞の誕生につながった。新朝統治時代、台湾の新聞は政府通達の伝達手段か、 宗教関連の内容が主であり、近代新聞とはその性格をことにしている。記録に残る台湾最初の印刷書は、昭雲県国印帽であり1821年には活動を行っていた。しかしその業務は仏教書や私文集が主であった。1885年、台湾純武流明伝が北京で発行されていた警報に習い、台湾で最初の新聞を 屋敷法を発行した際には手書きもしくは木版により発行されていた。その内容は法令規定と会員の同行にあり、一般市民とは関連の少ない内容であった。同年7月、イギリス長老派協会牧師トーマス・バークレーは台湾で最初の印刷による新聞台湾不上協会法を発行した。これは白話により記述され、 不況活動に伴い誕生したが、その中には、社会動向や文例に関する内容が含まれ、近代新聞に近い形態であった。日本統治時代初期、台湾での新聞事業に対する規制は緩やかであり、当時、台湾日日新報、台湾新聞、台南新報の日本語新聞三紙、台湾民報、台湾商業新報の中国語新聞二詞が発行され、 日本統治による台湾経済発展に伴いそれぞれ発行部数を伸長させていき、最盛期には日韓史六紙が発行された。しかし、太平洋戦争が勃発すると言論統制も強まり、1944年4月に台湾日日新報、港南新聞、台湾新聞、台湾日報、高尾新報、東台湾新報が統合され、 台湾新報が誕生し、台北にて日韓紙を発行していた。日本が連合国に降伏すると、中華民国政府は前進式書を設置し、台湾接種のための宣言部隊を台湾に派遣し、日本人により発行されていた新聞業もその接種対象に含まれていた。台湾新報は台湾申請法と改められ、台湾省政府の機関紙として、 再出発することとなった。それ以外にも1945年11月から翌年11月までの間に23市の新聞総監が申請された。1945年11月23日、台湾行政官所は新聞発行には出版法に基づく許可制度を実施し、一部無許可で発行していた新聞が廃刊に追い込まれている。 さらに1947年に228事件が発生すると言論統制が強まり台湾の新聞業界は大きな打撃を受けることとなった。1949年中華民国政府の台湾移転が行われると大陸から移入した文化人により台湾での新聞発行が計画され台湾の新聞業界は復活を遂げる。1953年には 台湾での新聞社は三十社を数え、また九百五十年代に政府が打ち出した新聞五金政策もあり、長期にわたり三十紙が発行される状態が続いた。九百五十年代の新聞は、政府、国民党、軍の新聞として、台湾申請法、中央日報及び中華日報、和平日報、青連邦等の新聞が強い勢力を誇り、民間市では、 連合法と、朝鮮新聞が有力であった。連合法は、王、我が、全民日報及び、経済時報に、業務提携を呼びかけ、自身の、民族法を統合した、民族法、全民日報、経済時報連合版が前身であり、1951年9月16日に、総刊、12,248部を発行した。 1953年9月16日には民族法、全民日報、経済時報連合法と解消、さらに1957年6月20日に連合法と解消し、現在に至っている。朝鮮新聞は1950年2月に台湾省物資調節委員会が出資し、編集責任者として物町会主任のあまり木氏が就任、当初は 商業動向を中心に報道していた。しかし赤字経営が継続したことからあまり北田氏は資金調達を行い、1951年8月1日に会社形態として再出発した。社長には、よ、北田氏が就任し、経済新聞路線を選択した。設立時の社員数は十数名、年間発行部数は二千部であった。 1954年10月2日から、朝鮮新聞の一面に、政治、社会面を設けて総合誌への方向転換が図られ、1955年には、台北市大理外の大東倉庫を借用し、印刷を開始、同時に、別釣り、人間副官も創刊され総合誌として、一新、1960年1月1日には、朝鮮新聞法、 さらに1968年9月に中国時報と解消して現在に至っている。同じ時期には有関市も大きな発展を見せた。1947年10月10日に自立法が創刊されたが政府に対し批判的な記事を書いたため何度も政府による発行停止処分を受けている。また1950年6月25日に 朝鮮戦争が勃発すると、大花板法は一面トップで最新の戦況を報道し、台湾の民衆に対する勇敢士の認知度を高めた。1950年代の台北では、台北板法、大花板法、民族板法の三詞が、台湾南部では、西高番法及び中国板法が大きな発行部数を占めていた。1960年代は、 台湾新聞業界飛躍の時期である。民営史の経営が活性化したことに加え言論統制が緩和され、公営史を超える民間史が登場した。王、和が買収した公論法は1967年4月20日に経済日報と解消し、台湾最大の経済史に成長。また、連合法は世界各地に特派員を送るとともに、最新の設備を導入。 1961年には発行部数が10万部、1964年には15万部を突破し、また航空版を発行し世界に向けての情報発信を展開した。1970年になると連合法の事業は一層の拡大を見た。経済日報、中国経済通信社、世界日報、民政法、欧州日報、スラネ業出版講師を参加に収めた。 世界日報は北米で発行され、華僑を対象とした中国語新聞として最大の発行部数を誇る新聞である。欧州日報は1982年12月16日にパリで創刊されたヨーロッパで有力な中国語新聞の一種である。余、北田氏は在1975年に地方文化出版講師を出版するとともに、 中国時報海外航空版を発行、続いて1978年3月に台湾で時報週間、同年12月1日には交渉時報を発行し台湾第二の経済専門誌が誕生した。1982年9月1日、小渓国の要請により、与北田氏は新たにビス中国時報を発行したが1984年11月11日に、 定款となっている。言論統制解除後の台湾の新聞業は大きな変化を迎えた。発行される新聞の種類が増加したにもかかわらず、一般市民の新聞に接する時間が加工傾向にあり、広告収入なども減少した。さらに電子メディアの登場により、各新聞社は大きな財政負担を抱えることとなった。特に光栄市は深刻な打撃を受け、 中央日報が定管、台湾日報が民営化の後定管、台湾申請法が民営化された。有敢市では自立番法、強法、中時番法が経営状況の悪化により定管、わずかに芸能に特化した民政法、体制法が存続しているに過ぎない。1980年4月17日、林英座の連邦集団が4000万台湾ドルで、 自強日報を買収1981年1月1日に自由日報と解消し1986年9月15日より台北県新庄市で新聞発行を開始1987年9月には再度自由時報と解消し無料購読や高額景品を使用した積極的な営業方針で連合法、中国時報と並ぶ有力紙となっている。 また2003年5月2日には、香港一連中立ちが、品化日報を創刊、ゴシップ記事とカラー紙面、低価格販売で現在台湾最大の新聞となった。1946年9月から228、事件までの期間、台湾では、公営、民営の雑誌社が126社存在していた。戦後最初に出版された雑誌は1945年9月から11月に、 かけて9号を発行され、陽王子が主筆を務めた、一洋集法である。この時期の重要な雑誌としては、台湾民主評論、前方、新進、大道、現代習慣、自教循環、台湾通信等がある。また、上海や北平などの大陸の都市で出版された、台湾月刊、新台湾等の観光物も,も存在した。しかし1946年後半より、 言論統制が次第に強まり、また物価上昇と政府による日本語の影響を排除する政策により台湾の雑誌の販売量は下降線をたどり、228事件により多くの雑誌社が閉鎖され、また雑誌自体も定管処分となり、1947年末には台湾の雑誌社は51社と半分以下に激減した。1 9 4九年後半になると、 国境内戦の結果、大陸から多くの文化人が台湾に流入し雑誌の創刊を行い、台湾の雑誌発行は回復を見た。1952年10月の時点で政府に登録された雑誌社は220社に達し、日もし週刊、中国新聞、週末観察など大陸系の雑誌も多く含まれている。この時期の台湾での言論統制は、 比較的緩やかであり、自由中国、民主評論、文政、新聞天地のように自由主義的な論調の雑誌も登場したが、やがて国民党により発行停止措置が取られると、政治雑誌に代わって文芸雑誌が流星となってきた。主要な文芸雑誌としては、交換、現代文学、中国一周、台湾風物、はじめ世紀などがある。また1 9五十年には、 台湾小雑誌協会が組織され42社が会員となっていたが、1961年には290社になるなど、台湾雑誌の6割が参加するようになった。1960年代も雑誌の成長はさらに続く。この時期に創刊された著名な雑誌としては、占い少な夫の展望雑誌、王政星の中外雑誌、邸中江の春秋。 呂章等の電気文学諸葛氏の新女性中国文化大学の中国一周が挙げられる。また新聞会のタイト超人費も企業経営による雑誌発行を行い、総合月間、消毒者、現代管理などの中国語雑誌のほかに台湾貿易週間などの英文雑誌も発行し、またタイムズ、リーダーズダイジェスト、タイム、 ニュースウィークの台湾代理権を取得している。1970年代は、東海勢力による雑誌が創刊された時期である。その中でも、美霊島が特に著名であるが、それ以外にも、台湾正論、正運、個性などが発行された。これら東海雑誌は、国民党による圧迫を受け、1980年代後半には、台湾で言論の自由が達成されたことで、 自然消滅していった。有力新聞の中国時報と連合法も1970年代に時報週刊中国論壇、連合月刊連合文学、歴史月刊などを創刊し、雑誌市場へ参入した。そして総合雑誌から専門雑誌への特化が進み、特に経済雑誌が大きな発展を見せる。立によって1981年6月に、 創刊された天下雑誌は創刊2年で2万部の売り上げを記録し、その他、新経済月刊、商業週刊、同能週刊などが創刊されている。雑誌の専門家が潮流となった。1987年7月に戒厳令が解除されると、台湾での雑誌は一気に増大する。1988年には3922もの雑誌社を数え、 2002年には8140種的もの雑誌が発行されていた。しかしこのような急激な成長は過藤競争を招き、2004年には4185種までに減少している。雑誌自由化の時代にあって、台湾の雑誌産業はグループ化と国際化の趨勢が発生した。2001年には PEC ホーム、財人、商業習慣、天下、時報習慣、 空中英語教室、先端、軽天電人、美人士、一手車人の10大雑誌グループが出現している。2001年5月12日、香港の数則候補が、PC ホーム、ジョークに、商業週刊等のグループの株式を、毎週、2002年10月に、数則候補は、白鳳文化を中心に、商業週刊、PC ホーム、先端出版社のグループ化を行い、 当該グループでの雑誌発行部数は2800万部に及び台湾の印刷メディア市場の30%を占める大グループが登場している。2006年において台湾の雑誌出版社は5014社が登録されている。終戦直後の台湾では出版業は皆無に近かった。1947年台湾省政府は新聞どころと変約館を設立して 出版事業の管理をはじめ、商務委員書館、中華書局、世界書局、小中書局、海明書局などの大陸の出版社が台湾に拠点を設置した。しかし228事件が発生すると多くの文化人が迫害に遭い、また書籍出版事業も停滞し、設立準備が進んでいた連合出版社、新創造出版社などは日の目を見なかった。 こうした状況は1949年以降、大陸より多くの文化人が台湾に流入することにより改善され、1953年には138社であった出版社が1959年には490社にまで増加、図書の出版数は1952年の約420社から約1470社まで増加した。 この時期に誕生した出版社には、重光文芸、くれな大場書局、名花書、局、三民書局などがある。1960年代になると、商務院書館、世界書局、小中書局、中華書局の4大出版社時代が到来し、欧米書籍の翻訳出版が台湾の書籍出版の潮流となった。 1960年から1965年までに台湾で出版された翻訳書籍は5238種。しかし判権を取得しないままの出版も多く、アメリカ政府から著作権保護の要求が行われ、政府は1964年に著作権法を改正。アメリカ書籍が台湾で発行される際には登録が行われる制度が確立した。1970年代、 台湾の出版事業はコンテンツ不足と用紙などの原料費の高騰があったが台湾経済の発展に伴い成長を続けた。また中華文化復興運動の展開とともに古典書籍の出版も流星となった。そうした状況下多くの出版社が設立され、また改厳令の解除に伴い1987年には3051社。 1989年には3448社、2001年には7810社に及び出版書籍数は36546種、月平均3054種が出版されていた。2004年にはさらに7437社に増加している。2006年において台湾の出版社数はすでに9176社が登録されている。 出版図書の点数は42,735点に達していた。大型出版社としては4大出版社以外に三民、過信、用子、解明、交換、貫業、地方文化などが登場し、改元例解除後は台湾の出版事業は内容特化が進み、社会学の巨留、中国文化のゆうたま山及び前衛、コンピュータ関連の松見影及び白広氏。 漫画専門の成分、東立、経済の商業習慣や、温度などが成長を遂げた。また、改元令下では、その出版が規制されていた、共産主義、独立問題、環境問題、同性愛などに関する書籍も登場し、関体人の書籍も市場に出現するようになった。また書店についても大型チェーン店として、金井市堂、誠品書店、新学友、 トンコウなどが販路を拡大し、近年はインターネット書店も広く利用されている。なお、日本と異なり再販売価格維持制度は存在しない。台湾におけるラジオ放送は、1925年6月17日に始まる。日本による台湾統治30周年を記念して、台湾総督府球庁社内に放送室を設置し、式典の日に臨時放送を行った。 その後1930年に出力1 0ットの放送局を設置。1931年には総督府は台北に台湾放送協会を設立し、その後台湾、板橋、台南、台中、加よし、かれの各放送局を設置した。日本の敗戦を迎えた後、中華民国政府は1945年10月25日に、 林忠を派遣し台湾放送協会を接収、台湾広派協会と海蘇市国民党、中央執行委員会中央広派事業管理ところの管轄都市、下部に台湾、台中、台南、加吉高尾、カレンの6放送局と旧中継局を組織した。1961年7月1日、台湾広派伝来は中国広派公使に統合された。 中国公派公使本部ビル1949年、中国公派公使が政府と共に台湾に移転すると台湾公派伝台の設備を基礎とし、さらに10地方局及び7カ所の調整局を設置した。また同時に台湾に移転した軍中公派伝台、空軍の声、駅よ、民本、大鳥なるのラジオ放送局も放送を開始している。1954年、政府は 警察広派伝来を開設また地方独自の放送局開設も一部規制緩和し、1959年には政府は民間のラジオ放送を開放している。交通部有電子の1961年末の統計によれば台湾におけるラジオ放送局は33局が開局していた。当時の台湾ではラジオ放送は国民党政府の 大陸反抗の重要な宣伝手段であり、小解席はいかなる状況下でも大陸に対する放送を中止してはならないと指示、中広、復興、生成、完成などのラジオ局が大陸向けに自由中国法を知るべ、共世界、祖国的召喚などの番組を放送していた。1949年10月10日、中央広派伝来が自由中国の声を中国語、 英語、日本語による国際放送を開始、1979年には中広は、足間の声を中国及び東南アジア向けに放送するなど、国際放送にも注力していった。その後テレビ放送が開始されると、台湾のラジオ放送は低調傾向に陥った。これに対し政府は、周波数を大幅に開放し、ラジオ放送事業の再生を図った。 1988年末、台湾には33の放送局により186チャンネルが放送され、そのうち公営、軍営放送局が12局85チャンネル、民間放送局が20局56チャンネルとなっていた。この時期は公営、軍営の放送局が周波数を独占し優勢であったが、同時に専門チャンネルの方がきとなっている。 1933年1月、新聞局と交通部は、周波数の開放を宣言、民間の放送局設立の規制を撤廃したことで、ラジオ放送局が新たに設立され、2006年8月には178局が放送を行っている。台湾のラジオ放送は、その放送出力により大中小に分類され、抽出力は放送範囲が、 半径2 0トルとされ、消失力は5トルと定められている。政府は全台湾を網羅する大出力放送局解説に慎重なため、中小の放送局がネットワークを形成し、台湾全土へ影響力を拡大している。代表的なキー放送局としては、大衆キスレン派も、キスラネ派も、台北の音などがある。そうした中、中広は現在も、 台湾のラジオ放送事業の中で重要な地位を占めており、現在全台湾向けの五チャンネルとして、FM 局の流行も、宝島も、音楽も、AM 局の新聞も、佐藤屋も、それ以外に、台北 m 七百四十七発火チャンネル、海外放送網がある。このほか台湾では、地下放送局も一定の勢力を誇っていた。地下放送局は、政治的には、 民主進歩党を支持する傾向が強い。地下放送局は1980年代以末に登場し、1989年に、張俊博が立法委員に当選した後に、地下民主全民公派伝来を設立。1993年11月23日には、民進党の元へ行きによる台湾の声、同年12月10日には、江明明が高尾にて、 南台湾の声を設立するなど、1994年の台湾省省庁の直接選挙の際には、民進党は全国に地下放送局を設置。1996年の最初の総統直接選挙の際には、台湾に60局もの地下放送局が設置されていた。1951年、行政院はテレビ事業を政府主導で推進し、 同時に企業経営方式を採用することを決定した。初期の台湾のテレビ事業者の3局はいずれも政府による商業放送局であった。改元例解除後、台湾のテレビ事業者は劇的に増加し、またケーブルテレビが地上波放送に変わって、テレビ産業の重要な地位を占めるに至っている。台湾電子公社本社、大使ビル、中国電子公社2代目の本社、 中市ビル、中華電子講師3代目の本社、テレビプロダクションビル公共電子代、A ビル公共電子代 B ビル1959年1月、日本の協力により、日中テレビ事業事業研究チームが組織、テレビ放送の準備に着手し、1962年2月14日に、教育テレビ放送実験局が開局し、台湾におけるテレビ放送の最初となった。 1961年、台湾省政府は、台湾電子事業光る備委員会を設置、民間資本と日本からの資金によりテレビ放送局の開設を目指し、1962年4月28日に台湾電子講師が成立、同年10月10日に正式に放送を開始し、台湾初のテレビ事業者としての活動を開始した。大四開局後、小解析は、 中広が中心となり、中国電子講師の設立を指示、1968年9月3日に台北中山道にて正式に成立し、翌年10月31日より正式に放送を開始した。またカラー放送は1969年9月25日の大使による放送が最初である。また1970年代になると当時、国防部部長であった。 小慶国と教育部部長の遠伸校が1億台湾ドルの資金を投入し、教育テレビの拡大を計画、1971年に改名して中華、電子台として正式に発足、同年10月31日に正式に放送を開始すると同時に、中部、南部地区への放送設備も整備された。これら初期の3局はいずれも政治的色彩が強く、国民党、 政府、そして軍の三大勢力を代表するものであった。大使は台湾省政府により運営されていたが、1992年時点の株主構成比率は政府48.95%、日本資本19.98%、民間企業26.94%、個人4.13%となっていた。中市は当初は民間メディアであったが、 赤字経営により国民党の資本が流入し、1992年には国民党の持ち株比率が68.23%となっていた。花市の株主構成は1992年段階での国防部が29.76%、教育部が10.39%となっていた。三局の経営者は、 間接的に国民党より報酬を受け取ることとなり、政治干渉の原因となり、公共放送の名称が不適当から批判を受けた。2007年4月11日11時、国際鍵は17億4262万台湾ドルで、大使の7230万8263株を取得、大使の発行株式の25.77%を占めるに至った。 また1999年8月9日、中止は株式を公開。2005年12月24日には、国民党は中止の株式を英霊同士講師に譲渡し、政治支配を脱し完全民営化された。1994年1月28日、行政院新聞局は4局目となるテレビ事業者の募集を開始する。その中で、再度坂への 民間電波講師及び長都市広の全民電通講師が1994年6月26日に共同で民間全民連合無線電子講師光備えソナエところを設立新聞局に開局申請を提出した。1995年6月16日、台湾最初の民間テレビ局として民間全民電子講師が誕生。 総合チャンネルとニュースチャンネルの放送を始めたが、当初は赤字経営に苦しんだ。そこで開始されたのが夜8時からのテレビドラマの放送であり、ドラマのヒットにより民主の経営が好転、また台湾におけるテレビドラマブームの行使となった。1983年3月、新聞局は公共テレビ番組制作センター計画総案を発表した。 これにより1984年2月16日に公共テレビ制作放送チームが設立された。1984年5月1日、最初の公共テレビ番組である大げら読み三事業が大使で放送され、その後制作放送チームは財団法人広電基金の参加に入り、公共テレビ番組制作放送チームと解消され、月曜日から 金曜日の夜9時から9時半までの公共テレビ番組を提供し、毎週15時間のテレビ番組を放映したが、反響は大きくなかった。1997年5月31日になると、立法院で公共電子法が成立し、1997年7月1日に公共電子文化事業基金会が正式に放送を開始し、政治的な影響を受けない初めての、 公共放送局が誕生した。また話も2006年7月1日に台湾公共交派電子集団が正式に成立すると話もその参加に組み入れられ軍関係の影響を受けない公共放送となった。またこうし話以外に海外在住家協を対象にした広士官電子、少数民族を対象とした八家電子台及び 原住民族電子代が現在放送を行っている。ケーブルテレビは台湾では地上波のテレビ事業者である大事、中止、話に続くものとして第4代と続称されたこともある。ケーブルテレビの出現は山岳部が多い台湾の地勢に関係し、山間部で地上波放送が受信できない問題により民間で大型アンテナを設置し各家庭に ケーブルで配信したことに由来する。その後既存のテレビ放送に満足していない視聴者のために各種ビデオを放送するテレビ事業へと発展していった。またケーブルテレビには政治的な色彩が強い場合も多く国民党の統制外での放送が行われていた。当初政府はケーブルテレビを非合法とし事業者は不法経営の状態であったが その取り締まりに関しては実行を上げることができないばかりか民間ではますますケーブルテレビが普及していったこの現状を追認した行政院は1983年にケーブルテレビシステム構築作業チームを設置諸外国のケーブルテレビ事情を調査し1993年8月11日に新聞局によりケーブルテレビ法が交付され 同年11月にケーブルテレビを合法化した。当時610事業者が臨時営業許可証を取得している。その後新聞局はケーブルテレビの営業エリアを51に分割し、各エリア5事業者までとする政策を発表し、ケーブルテレビ業者の整理統合を目指した。その結果、1994年10月1日に正式に、 ケーブルテレビ事業者登録を開始した際の申請事業者数は209社となり2001年末までに66事業者の営業許可が交付された台湾で最初に撮影された映画は1907年2月に日本人の高松と四次郎の撮影隊が台湾各地を撮影した台湾実況紹介である台湾人が撮影したものとしては隆起を デマツボンラの台湾映画研究会が1925年に撮影した誰の家である。1955年、麦漁、くぬぎがらくしゃかこぎ団の陳清さんとなにもとあきが共同監督を務めた、節平隆代大高楽おで戦後初の台湾語映画が撮影されると、多くの映画が台湾語で撮影されるようになった。1960年代には、 ノンフィクション映画の他に、香港のカンフー作品に影響された内容の映画が、台湾で撮影され、カンフー映画、武教映画が流行した。1970年代には、国際連合を脱退し、また、日本やアメリカと断交し外交的な困難に、直面した台湾では、愛国宣伝映画として、花ぶされ土焼、八百宗師、バイ家計郷、花腐れつ伝、 候補軍魂、侵害操縦等の作品が次々と発表された。1980年代以降は、理工、総ありことぶき、とただくらにより、おぎこじ、早安台北などの新しいタイプの映画が発表され、学生映画時代が到来した。その後台湾新映画が流星となり、個々的大眼玉等の作品が発表された。しかしそれ以降は、 外国映画により、台湾映画の新潮流は、終わり市場占有率は、縮小を続けた。1989年には、台湾映画の制作は20本にも満たなくなり、2006年には、台湾映画の市場占有率は1.62%となっている。1949年、海津法兄大によりぼみ活広告講師が、設立されたのが台湾における。 広告業の講師である。初期の台湾広告業は日本の影響を強く受け、会社組織や管理方式は日本を模倣したものであった。1940年代の広告会社の主要な業務は政府関連の広告看板の政策であり、1949年、新聞広告をはじめその他商業広告は10%を占めるのみであった。 1950年代台湾の広告業界では、業務員制度が採用され、新聞社や放送局が広告業務員を置き、各企業に対する広告の営業活動を行うようになった。当時の台湾では、新聞広告が全体の65%、放送広告が20%をそれぞれ占めていた。またこの時期には、高時の芸文広告社。 大竹市県の工業広告講師、州北の連合広告講師などの広告会社が次々と誕生した。1960年代になると台湾の広告会社の形態に大きな変化が発生する。多くの広告会社が設立されるとともに代理店が業務員にとって代わり、広告主とメディアを仲介する役割を果たすようになった。また、同時期テレビ放送が 台湾人の生活の中に浸透したことも他のメディアの広告収入に影響を与えた。1972年からテレビは台湾第二の広告メディアとなり、その登場とともに新たに格乱広告講師、成果広告講師、金金電波、台湾広告講師等の大規模な広告会社が次々に設立された。1980年代、台湾の広告業界に 急激な国際化の波が押し寄せ、多くの海外広告会社が台湾市場に参入した。競争が激化した台湾の広告会社では、業界再編の動きが強まった。また、改元例解除以降はメディアが急増したことより、台湾の広告市場は売り手市場から買い手市場へと転換した。また多くの選挙が実施されるようになったことも、台湾の広告業界に、 大きな影響を与えた。2004年の総統選挙と立法院選挙では、選挙関連の広告宣伝費は8億台湾ドルにも達した。このように発展を続けた台湾の広告業界は現在では、東方、台湾電通、国家、花章、花草康史、大地の6大広告会社を中心に発展を続け、2004年の時点で、 台湾の広告市場は618.87億台湾ドル、GDP の0.606%に達し、その内訳として、ケーブルテレビが41.02%、新聞が26.7%、地上波テレビが13.94%、雑誌が13.03%、ラジオが5.28%、インターネットが2.5%となり、 年間平均50%以上の市場拡大を続けている。ありがとうございます。